チャンネル登録。のみずの独特生放送。リュウアちゃんの生放送。はい、小杉さんいらっしゃい第2夜。はい。見た方いますかね。見たよって前回の小杉さんいらっしゃい見たよって方います？見た。じゃ見た方は知ってるのか。見た方いる。お、見た見た見た、いる。あ、結構いるね。ねえ、いらっしゃいますね、ありがたい。そこで何か起きたそうですね。そうなんです。うん。なんかね。うん。ちょっと考えられないことが起こってしまいまして。はい。まあ、そういうことが起こったらいいなとは思ってましたけど、うん、実際起こると、うん、どうしていいかわかんなくなるもので、結構、ビビっちゃいました。なるほど。ということで生放送中の怪異現象連発の謎を徹底検証。パフ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 って言っていいもんだか分かりません。パフパフでいいんじゃない。小杉そう、ここで出すのか。こうだな。はい、こちらのね、小杉さんいらっしゃい。まずはね、見てもらわないことには分かりませんから、ちょっとその時のその実際の映像をご覧いただきましょう。何が起こったのか。そうですね。はい、どうぞ。本当にいたら怖いですけど。そうですね。リアル人間だったら、はい、だったら怖いですけど、ね、まあ当然そんな人いたら当然ね、スタッフとか駅の人が注意しますし、はい、まあ当然霊感ある方が見たらそこにいるのが見えるってことらしいんで、やっぱそういう場所がやっぱ都内にもいくつかあるって話は聞いたことありますね。すごいな。リュウアちゃんはさ、はい、そういう、なんていうの、はい、成仏できないでさまよってる幽霊さんをなんか話しかけて成仏させてあげることとかないの？あの、話しかけることは毎回するんですよ。友達にもなりたいですし、なんですけど、その後年月をかけて巨大化して悪霊になっちゃったりとかしてたので。何何何あの、笑っていう話じゃないですかね。すごいですね。はい、なんか鈴の音がするって。鈴の音してるね。猫いるん？ん？こっちは全然しない。え？聞こえますか？リュウちゃん、なんか持ってんじゃないの鈴。持ってないです。え、ちょっと怖いですね。え、聞こえました？全然聞こえなかった。僕も聞こえなかったですけど、あのね、小杉ちゃん今ね、今スタッフがね、はい、放送の音聞いてるけど、ずっとね、鈴の音してるの。聞こえない。今もしてるの。え、全然聞こえないです。ずっと鳴ってるってコメントいただいてますね。めっちゃ鳴ってるやんけって、うん、え、聞こえない。いや、ちょっとこれ、まあ、リュウアさんもね、分かると思いますけど、結構鈴の音とか。そうですよね、まさに八王子のあそこじゃないですか。はい、そうですよね。はい、だからその、まあ、鈴の音が聞こえる場所っていうか、はい、その霊的なものっていうのがあるときに鈴の音が聞こえるっていう現象っていうのが結構他にもいくつか聞いたことがあって、なんか近くにいるってことなんですかね。かもしれないですね。まあ、聞こえない。はあ、チキタスは振っても何も音がしません。演出でもない。いや、なんか、いや、マジで、マジで何もしてないよ。何もしてないよ、本当に。今ちょっとスタッフがザワザワしちゃって、ザワザワしてます。慌てている。うん、してましたね。聞こえた？おお、だってあれですね。あ、ちょっとね、ここに実際に、だからそうですね、確かにさっきのリュウアさんのさ、スペシャルコンテンツの時にイヤリング、ちょっと大ぶりのイヤリングつけてらっしゃって、それがこうカタ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 言ってたやつは外してましたもんね。そういう音じゃないんだな。へえ。鈴だよね、あれ。うん、鈴だったね。まあちょっとこれ今、あとで出した方がいいのかな、この検証ボードは。うん。じゃあ、でもこれだけじゃなかったってこ
ですよね。なんかもう一個あったでしょ。それはね、うん、まあちょっと後に置いといて。それまだいいですか。そうだよ。で、鈴がね、はい、聞こえてきたんだけど、はい、でもさ、うん、もしね、リュウアちゃんなり、うん、響さんなりが、うん、なんか音出してるんだったら、うん、最初から聞こえててもいいのよね。まあそうです。身につけてるものとか持ってるお財布とかについてたとかそういうのとかだったらね。で、周りにいるスタッフも、うん、持ってなかったですか。鍵とかにお守りの鈴ついてたとかもなかったんですか。うん、じゃあそういう可能性はここにある可能性は、うん、そうだよ。4番はあるんじゃないの。今何かと話題の演出ですか。もうない。本当にでもテンパったのね。怖すぎちゃんもね。はい、怖すぎちゃんテンパりました。外部からの干渉っていうのは、例えばじゃあそのスタジオの外にいらっしゃる人が鈴鳴らしてたとかみたいのもない。でもさ、あれ明らかにあの内部で聞こえてたよね。うん、聞こえてたよねっていうか聞こえてたね。聞こえてますね。本当それこそここに今ねちょっと鈴があるのでちょっと鳴らしてみましょうね。でもね、これが鈴の音じゃないですか。ね、私みんな猫鈴って言ってたけど、猫鈴、私猫ちゃん飼ったことないから猫鈴の感じがわからないんだけど、鈴ってさ、そうさっきの音と違うでしょ。これ私が思ったのはあれみたいな音だなって思ったの。子供とかが遊ぶやつなのかな。なんか生地でできたボールの中に鈴が入ってる赤ちゃん用のさ、ボールみたいのあるし、柔らかい。だからちょうど怖すぎちゃんみたいな生地感で、怖すぎちゃんのサイズで中に鈴が入ってて、振ると鳴るおもちゃみたいなのあるの分かりますか。手まりっていうかあれの音だなって思った。だからこの生身の鈴って、猫ちゃんの鈴はもっとちっちゃいからもうちょっとチリンって言うと思うけど、結構リンって音がこうシャンシャンと音がするんだけど、くぐもってるっていうか、なんかそういう音だなって思ったから、なんか猫ちゃんっていうよりはなんか子供が遊んでんのかなって思った。あら黙っちゃった。それ怖いよ、すごい。わかんないけど、そういう音だなって思った。自分もそういうおもちゃ子供の頃持ってたからさ、遊んだ時になんかなんだろう、あれってなんかこうプラスチックの中にこういうボールというか組み立てたものを生地でおくるみしてあるみたいなやつだから、どうしても多分あの音がこもるんだよね。なんかそういう感じかなって思った。そういうの来ちゃったんだ。わかんないけど、なんかでもさ、しかもずっとさ、チリンチリンとかじゃなくてさ、なんかチリ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 みたいに連続的になってたじゃない。なんか猫ちゃんがシャン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 ってなんか歩いて揺れるってなるとさ、チリ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 みたいになるのかなって思うけど、これとかもさ、なんか振るとさ、触れるとさ、こういう音だけど、なんか連続的な音だったから、なんかちょうどそのなんかボール転がしてコロ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 みたいな感じなのかなみたいなイメージだった。鋭い分析だね。やった。わかんないけど、わかんないけど、ね、なんか確かに外部の外のスタッフさんの音とかそういうのではなさそうと思った。そうなんだね、うん、そうそう、優しい音だったよね。ね、そう、音がひも響いてない感じだったね。そで、しかも、うん、あれが、うん、現場で聞こえてるんじゃなくて、うん、その放送されてる音にしか入ってなかったのね。だから響さんもリュウアちゃんも気づいてなかったもんね。え、何言ってんのって感じだったから。コメント見て気づいたんだじゃん。そう、なるほどね。不思議、不思議なのね。でもって、うん、でまた何かあったと。まあもともとね、うん、コックリさんをね、うん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 、やるっていうのはリュウアちゃんの生放送の一応定番コーナーなんで、うんうんうん、やろうって、それをや、もちろんその怪奇現象があったからやったんじゃなくて、うん、元からやるやるはずだったんだけど、はい、その時にね、うん、前回、うん、第1回目の時に大島テルさんとリュウアちゃんでやってもらったら、はい、
まあ、びっくりともしなくて、うん、動かなかったんですね。そう、何にも動かなくて、うん、まあまあ、かっくりさんね来なかったね、みたいな。リュウちゃんでもね、そうそうね、うん、そうそう、そんな不思議なことは起きねえやなって、うんうん、まあ、小杉ちゃん実際ね見たことなかったからね、こっくりさんとか、私もね、ちゃんと動くやつ、うん、だから、まあまあ、こんなもんだろうと、うん、動くとか言ってるやつはさ動かしてんだろう、そうだ、ね、どう考えてもお前、うん、動かしてんで死ねねえだなっていうね、はい、思ってたんだよね、うん、そしたらね、なんかさ、うん、もう、本当に世の中には不思議なことがあるもんでさじゃあ見てみましょうか。もう一つのダイジェストご覧ください。こっくりさん、こっくりさん、おいでください。おいでになられましたら、肺へ移動してください。なんかちょっとずつ地味に動いてきている。地味に動いてきてます。あ、え、めちゃめちゃゆっくり、そうですね、移動してきました。あれあれ、あ、これ歯ですかね、もしかしたら。歯ですかね。あ、すごい。大丈夫ですか。え、ちょっと待って。わからない。ああ、来ました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 。質問してない。来ましたよ、はい。質問してない、急に来た。来ましたよ、はい。お？歯、お？お？ちょっとすごくないですか。あ、やばい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 。すごい。早い。怖っ、怖っ。何何、あなたは女性ですか。迷ってる。ん、女性、女性、女性です。あなたは鈴を鳴らしましたか。ああ、はい、おお、おお、はい、だって鳴らしてた方ってことですかね。何質問したらいいんだ。質問してないのに動いてます。けらけらけら、キラキキラ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 、笑ってる、笑ってるってことですか。かわいい、怖っ。え、すごいですね、こんな僕涙出てきちゃって。なにこれ、え、ちょっと本当になんだろうこれ、ちょっとびっくりしてる。え、よりちゃんちょっと大丈夫。大丈夫です。なんだろう、なんか見てたらすごい悲しい気持ちになってきちゃって、ちょっとびっくりしてるんですけど、私全然よくわかんないんですけど。怖すぎちゃんがびっくりしちゃった。ちょっとボード出しますね。ちょっとボードでコックリさんの、ね、顔隠してこれを、いや、これ、まあ、あのボードにつけてないものでこういうものでやってたんですよね、皆さんね。そうですよ。で、あのスタッフさんが、ビエルのスタッフさんが参加されてやってたんですけど、わかんない。なんかね、私あの放送見てなかったので今初めて見たんですけど、
なんかわかんないけどね、やってるとこ見てたらなんかね、胸がドキドキしてきてね、涙出てきちゃった。なんでだろう、なんでなんで怖すぎちゃう、困らせたいわけじゃないの。あ、わかんない。なんかあの、いや私もこっくりさんを見たことがないから、言ってスタッフさん動かしたんじゃないのか思ってたの。だけどなんかね、右足の辺がゾワゾワってしてね、なんか悲しくなっちゃった。右足、うん、なんか足の辺ゾワゾワってして、なんかあの、なんか胸が苦しいっていうか、なんか悲しいともなんか違うのかな、なんだろう、なんかね、ちょっとさ、ドキドキすることがあると胸が苦しいっていうかさ、グッてくるじゃないですか。なんかそれみたいなのがあって、わってなって、なんか悲しいなのかな、なんかあれ、なんで私涙出てきてんだろうってなって、あれ、これ悲しいのかなみたいな、なんかすごい不思議な気持ち。全然大丈夫、怖すぎちゃんにいじめられたわけでもなんでもないのよ。うん、いじめてないよ。すみません、あの、なんだろう、わかんない、私もちょっと初めてこんなこと。なんかそういう心霊映像系のものとか見てて、うわやばいやばい、ここやばいやばい、ダメダメダメみたいなのとかあっても、なんかこういうのって、でもさね、なんかありがとうね、みんな。あー、ちょっとびっくりした。私もびっくりや、こっちもびっくりや怖すぎちゃんがびっくりして、別にこれもなんかここまでが込みのやらせかとか思うかもしれないけど、もうほんとないから、私もびっくりしたし、ちょっとさっきのね、あの響さんがまとめといてって言ったやつをスタッフさんが実際にちょっとボードにしてくださってあるので、それを見てみましょうね。そう、多分それが感動なんだよね。あのよくさ、なんか取り憑かれた人をお祓いしてたら急に泣き出してあーってなってみたいなのに近いのかなと思うけど、もう初めてだし、この現象についてまだ何も分かってないからさ、私の気持ちの行きどころもないよね。あ、だから悲しかったんだとか何も分かんなくてごめんね。さあ、あ、でもね、怖い人じゃないと思うよ。さて、え、それなんか感じるってこと？分かんないけど、でもどうなんですか、でも響さんとかりゅうあちゃんって、そのやばいなと思うものは、あ、これはやばいですねっていうの分かるのかな。やっぱりあの二人は ね、だって変態だからダメ、響さんも変態だからダメ、テンション上がっちゃってさ、テンション上がるにしても、あ、これはちょっといけないの来ましたねみたいなのとかは分かるのかなって思って。りゅうあちゃんニコニコだったからね、うん、響さんは怖がりだし、あ、そうか、うん、あんまり霊感ないんで、うん、あ、こんなの初めてですねとは言ってました。まあ確かに、うん、まあ、ちょっと見てみましょう。高齢したら、はい、映画さっき見てた、は、お、いいえ、うん、ちょっとところどころ何言ってんかわかんないとかあるんだけど、うん、女性ですかは、はいって答えてた。普段からここにいるで、け、いち、ちょっとまあこの辺がね、なんだろうっていうとこではあるのかもしれないんですけど、地下、地下っていうのは前にオカルトナイトってやったけど、うんうんうん、イベントやった時にですね、このスタジオの地下がそのオカルトナイトのイベントやったところなんだよね、うん、その時にリュウアちゃんがジュースが好きな女の人の霊がいるって言ったのね、うん、でその人ですかって思ったの、うん、で地下にいるのって言ったら、うん、うんって言ったのね。子供で、なんかうんって言うから、うん、なんかちょっと年齢低いのかなと思って、うん、子供って聞いたら、うん、なんかよくわかんないこと言ったの。ではうーねーって何言ってんね、うん、お前はって で、うん、でジュース好きなのって聞いたら、またこれもよくわかんないの、うんうん、ここを答えたんだ。そう、それが何か伝えたいことはあるみたいなんだけど、うん、ちょっと分かんなかったのね。鈴を鳴らしたって聞いたら、はいって言ってケラケラってさっきちょっと笑ったのかな、笑ったのか分かんないんだけど、うん、ケラケラって、もうその時響さんすごいもうびっくりしてたけど、でこれが
まあ、ちょっと映ってなかったけど続き。そうでケラケラって言うからリワちゃんが、うん、なんか今日楽しいのって聞いたら、うん、あおおって言ったの、うん、だからあおおってことはリワちゃんに会いたい、会いたいのっていうことで聞いたらはい、そうはいって言ったのね、うん、でじゃあひひきさんに会いたいのって聞いたら、うん、一回ねえって言ったのもうガチファンみたいなんで、えはいみたいな感じになってますけど、あのね、現場では逆に、うん、あ、え、あ、は、はいっていうね、あ、ちょっと引いてる方なのかなみたいな、忖度しました的な感じ、あ、なるほど、あれ放送映像途切れてる大丈夫かな、一回もしかしたらあのくるくるマークでリロードしてもらえたらいいかもしれないですね、はい、名前、ね、それで名前をね、うん、教えてって聞いたら、うん、ソンって言ったのね、うん、ソンさん、そう、うん、正義、で、正義ってみんな言うけど、うん、リワちゃんはちょうどね、うん、ドラゴンボール読んでる時だったから、あー、悟空なの、ソン悟空なのって思ったの、うん、で、ソンさんですかって聞いた、ソン悟空さんですかって聞いたら、うん、オラって言ったの、そう、もうこれはやらずだと思われるし、そんな Z 戦士来ちゃった、まさかもしかしたら御殿とかの方なのかな、子供だったらねこれちょっとこれできすぎだろって思うけど、うん、でも本当にそう言ったんだからさ、で何歳ですかって言ったら、うん、7って、うん、言ったらよくわかんないけどね、うん、でまあソンさんって言うから日本の人じゃないのかなと思って、うん、どこで生まれたのってコアスリちゃんが聞いたら、そうねって、うん、で、ワテってまた一人称みたいなの出てきちゃった、で、何も言ってないのに急に自分で帰っちゃったの、あの、鳥居のところにスーッと行ってそのまま強制終了しちゃったのね、へー、だからね、生まれたところ聞いちゃいけなかったのかもしんないけど、これが一部始終です、ですって、皆さんちょっとね、うん、この間の怪奇現象よりも、はい、いおりちゃんの、ね、うん、涙の方がびっくりしちゃって、ちょっといや私もちょっと自分で今まだよくどうしてなのかわかんないのよ不思議ね、こんなことあるのね、黙らないでよいや私ね、憑依体質というか全くそういうところ勘が強いので行かないし、あの、うん、なんか行ったことないから逆に初めてなんだな、感受性は強いからそのすごい勘みたいなのは働くんですよ、ちょっとしたこともここはやばいところだとかそういうのも、だからね、あーでも分かんないけど、そっか子供だと思ったな、あ、そうなの、ちっちゃい子だと思った、だからさっき自分でなんかあの鈴の話してたじゃないですか、子供のおもちゃみたいな落としたよねって言って、なんかだからなるほどってガテンが勝手に言ったけどね、だからうまく喋れなかったのかなって思って、勝手な、何のリュウアさんみたいにそんな幽霊と暮らしてないし、響さんほど体験もないし聞いたこともないけど、勝手な感じ、ヒロシ来て、私のね守護霊ね、指導霊なのか守護霊なのかヒロシがついてるからね、あのそれを思ったって方、うん、そうなんだ、子供は子供なんだよね、7歳って言ってたけど、ね、7だからなんかあってうまく分かんなかったのかなって、人にいっぱい聞かれて戸惑ったりとかしてて帰っちゃったのかなと思ったし、なんか怖いような感じではすごいなかったし、うん、ちなみにそこに書いてないですけど、はい、新型肺炎はいつ収まりましたって聞きましたはい、なん無言でした、いや怖くない、逆にそれが一番怖いわ今日本当すぐだよとか言ってほしかったもん
もうわらにもすがる気持ちでね。まあ、そんな、ね、そんでね、うん、まあ、これ見て、うん、あの孫悟空がさ、うん、のオラとかね、うん、出てくるから、うん、まあ、あのピエロの人が誰かって言ったら、うんうん、スタッフなんだけど、ね、うん、あの前回大島てるさんの役やった時に、はい、うんうん、リュウエちゃんが本来であれば、うん、ゴックリさんは3人ですよって言うから、うん、で3人いればまたうまくいくかなと思って、あ、まあ、いやいやながら一人スタッフを指だけ貸せって言ってでお顔を隠してもらって、ね、入れたんですけど、うん、なんかまあスタッフが入ってるから、うん、あいつが動かしてたねーのって、まあ、皆さんね、ちょっと疑う余地は出てきちゃうね、うん、なんで、うん、ちょっとそいつに、うん、インタビューしてます。あ、その動画があるの？はい。え、じゃこれ、あ、わかりました。証言してもらってます。じゃあ、見てみましょう。検証 VTR、どうぞ。国産自体やったことがなかったので、初めて参加させてもらったんですけども、ほんとそれくらい真っ白な状態で、現場に入りまして、なんか、プルプルって動く。それこそ本当に、10円のまま、プルプルって動くなっていう感覚が分かって、そこの段階ですね、あの、こんな細かい動き、自分様伝わって、指一本の力で誰かに動かすなってことは、ないなと思いましたね。あ、これ本当だと思って、本当にびっくりして、正直怖かったです。本当に誰も動かしてなかったですか？もう本当に15文字に動いたんで、あの、本当に10円玉を使って、誰かがそれを力を伝えて、指なんですけど、あの、そうやって動かすって感覚ではなかったんですね。不思議な感覚でした。本当は川杉ちゃんから、事前にお願いしますね、的なことは言われてたんでしょう。小杉さんはすごく尊敬してるんですけど、別に僕に命令できる人じゃないんで、はい、やれって言われてもやりませんっていうわけですね。で、あの場にいた人間として、あの現象は何だったと思いますか？不思議な体験だなということでしか言葉にできないかなと思います。はい、いろんな、はい、ことで。納得できることもあるんでしょうけれども、感覚としてはとても不思議な体験をしたと思ってます。はあ、なんかこれがもう犯行予告映像みたいな仕上がりになってて、なんか、そうか、実際ちょっとね、ここに実際にその時使った10円玉っていう何の変哲もない10円玉があるわけですけど、これでやってたんだね。そうです。うーん、でも確かにね、まあ、動かそうと思えば動かせるけど、なんか力が入ったらバレちゃいそうだもんね、グって。でもなんでコックリさんってそうどういう原理で動くんだろうと思ったけど、あれなのかな、ダウジングと一緒なのかな。ダウジングもじゃあ手が動かしてるんだろうって私この前にねやったけどさ、宝くじ当てるっていう時に手が動かすんだって、ダウジングって。まあそりゃそうなんだけど、結局手を伝った電気が動かすから、手が動かしてるっていうことには間違いないと。ただそれが自分の意思かどうかっていうのはまた別なんだけどっていうのを、ちょっとダウジングの本をあの後チラッと見た時にそういうことが書いてあったんだけど、コックリさんもそうなのかもしれないね。そこに降りてきた人が10円玉に宿るのかなとか思ったけど、誰かしらの媒介を使って動かしているという可能性もあるかもしれないよねって思ったね。毎回ね、うん、不思議だね。でもそうね、だってヨリちゃんもダウジングやってるからね、その感覚はあるでしょ。やってるからってそのたしなむみたいな感じで、ここで初めてやったからね人生初ダウジングだったわよ私。うん、そうね、でもね、まあ、あれもだから、まあ、いわばコックリさんだよね。だって一人でやってるけど、
私動かしてない動かしてない、何これってなってたもん、あの時私結局ね。その時は悲しくならなかったな。なんないなんないなんない、立派なダウジナーだろ、マジで目指すかプロダウジング水脈当てて温泉地で一攫千金目指すか、こっちだけどね、それはね。温泉より石油当ててください。確かにね、日本で石油って出るの？ずっと掘ればさ、ずっと掘って掘って掘って、うん、あっちのサウジアラビアの方まで掘っちゃえばいいんじゃないの北半球南半球つなげるみたいな感じだ。なるほどね。ちょっと急に金の話になってしまいましたけど、はい、そんなことがあったんですよっていう話。そう、すごいね、実際ね、うん、答えは出ません、うん、あの彼も言ってたけど、うん、本当不思議な体験したって感じで、うん、何が起こったのかは分かりません、うん、信じるか信じないかはあなた次第です。まさにね、私も不思議な体験したわ。ちょっとよりちゃんもしね、うん、なんかこうあれだったら、うん、今日帰る前に、うん、コンビニ寄って、うん、トイレ行ってください。あ、そうだ、寄り道してトイレに寄って帰るって言われた。そうです、落として帰る。そうです、そうだ、玄関に塩も常備してあるけどトイレ寄って帰るわ。じゃあのピエロの男も、うん、トイレ寄って帰った。あの日コンビニ行って、うん、トイレ行ったし、うん、その後また居酒屁行って、うん、お酒飲んでアコール消毒してもう飯食ってそれか寄り道に2カ所して帰ったんだね、はい、あ、じゃあちょっとコンビニ寄ってトイレに寄ってお菓子でも買って帰るみたいにします。私もそうしてください、うん、そうする。そして家に上がる前にちゃんとお塩パッパッってしますね。はい、はい、なんかごめんなさいね、んいおりちゃんのお母さんごめんなさいなんでなんでいつも娘さんを危険な目に合わせないようにしてましたけど危険な目、ダウジングとか別に危険じゃなかったし、あのバッグの中身も危険じゃなかったよ全然。コックリさんやっちゃダメって言われてたのに、やってないやってない、コックリさんの映像を見せてしまったのがために。でも初めて見ました逆に、まあ、そんなさ あでも YouTuber さんかやってる人いるのか、それこそやってるよね。ダウンタウンでもやってたよ、この間。笑ってはいけないで。笑ってはいけないコックリさんみたいなの？ん？ちょっと違うけど、まあ、そうなんだ。ちょっと違う。そうなんだ。へぇ。チャンネル恐怖をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。これからも怖いを楽しむ動画を配信してまいりますので、どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくね。